どすこい深夜のこっそり食堂です。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。今私は西片貝におります。いや今日も天気で暑いな。やっぱりこういう日は力をつけなきゃいけないと思いましてですね、私もう題材じゃない題にも書いてありますけどもね、私ですね、じゃじゃんとうなぎ重田さんに来ました。前々からね来ようと思ってたんですけど、なんかねなかなか来れなくてね、届け物がありまして、それでねこっちにちょっと来たんですけど、いやーね噂に聞いてるうなぎ屋さんですからね、ちょっと楽しみに、今日は来たんで。ただですねすごいんです、さっきからカメラにチラチラ映ってますけどね、車がいっぱいです、もう満車、すごいねここ。さあ今から入りたいと思います。呼ばれました。30分ぐらい待ったかな。よいしょ。こんにちは。ありがとうございます。はーい。よいしょ。すいません。はい、ありがとうございます。よいしょ。お店こんな感じかな。ね、お店こんな感じです。お菓子入れますね。よし、さあ何食べよう。ありがとうございます。特上うな重と、はい、なんか飲み物ありますか。これで、これにしようかな。練習、はい、マスミの、はい、お願いします。はい、お願いします。はい、いやいやいや、いいですねこういう感じで、中は涼しいですよ。でね、まず飲み物ね、飲み物皆さん見てくださいね、あと価格とかね見てくださいね。よいしょ。あとランチのメニューですね、見てくださいね。いやね、店内すごい炭火とね、うなぎの匂いですよ、すごい。やっぱりね、まあ賛否両論あるんですけど、結果的にお客さんが来てるところってやっぱ美味しいと思いますよ。やっぱそのお客様のニーズに応えてるから混んでるんだなと思います、やっぱりね。本当にいい匂いします、本当炭火のね。じゃあちょっとお酒から来るのを待ちましょう。ありがとうございます。これね、これいい、あれなんだよ、高いのこれ。ありがとうございます。ここにも入るんだ、すごい嬉しい。ちょっといいですか、ラベル。なるほど、ありがとうございます。これね、マスミのね純米吟醸酒になります。いただきます。しびれるなぁ、いい香りがしますよ。そしてね、深みがすごい。美味しい。はい、うなぎ重田さんのですね、特上うなぎが来ました。ちょっと見てみましょう。うわー、これこの照りやばいっしょ。いや、うまそうだ。特上うなぎはね1本半入ってるのかな。何回も言うようだけど、この照り見ていいねでサラダとお漬物と、あとこれはねオプションで、これ肝水をプラス100円でできるんですけど、それ頼みましたね。じゃあまずさ、ちょっと肝水からいっちゃおうかな最初にね。いただきます。美味しいね、出汁がちゃんといいの取れてます。さて、舐めるように取りましたけど、まずうなぎから食べてみましょう。重田さんはね、ちょっとね、分かった。このぐらいちょうどいい、あの厚からず薄からずって形ですね。して皮が非常にですね薄い、皮が、重田さんうまいじゃんこれ、めっちゃうまいよ。
うん、うなぎの香りもそうだけど脂もね程よく乗ってます。うん、で味的な深さはねどっちかというとちょっと濃くはないね、あのさらっとして甘辛いって感じ。うん、だからすごい食べやすいですね。いやーいいねこれ、うなぎ美味しい、すごいし、すごくさらっと食べれる。そしてね表面がカリカリ、うん、美味しい。あのね、これ万人受けする味なんですよね。あのすごく甘くもしょっぱくもなくて、でさらーっと入っちゃうんですよ。ほんとこういうのってねやっぱりね売れるんですよ。やっぱりね混んでる店にはね混んでる店の理由があって、あめっちゃうまいなこれ。美味しいなこれ。うん、美味しい。うん、うまい。ここのうなぎはね、山椒かけなくても十分美味しいですよ。なんか山椒かける必要性がないみたいな感じ。うん、半分だけかけようかな。あとこっちはかけないとこう。うん、全然。あのうなぎの嫌な匂いもしないし、香ばしいね。これよくさ、でも賛否両論あるけど、ひげたさんうまいよ。うん、食べやすい。うん、うん、ああうめえなこれ。いやうなぎなんていうのはさバツッと食うのが最高なんよね。うん、これ食べちゃうから、これで見える、これでこれ食べちゃうからね。うまい、最高にうまい。この うなぎのうまみってすごく特徴的で、若干風に似てるんですよね。このうまみ成分をブチッと感じて、しかもかつこの夏バテしないように、僕はね美味しいうなぎを食べるべきだと思います。まあ、ちょっとね料金はね高くなっちゃいますけど、でも高い意味がありますよね。おいしい。なんかさもう外から外にさ炭火と、この炭火で焼いたうなぎの匂いとさ、この甘辛い匂いがもうしてるんだよね外で。うん、あれやばいな。これからちょっと食べてっちゃいます。なぜかって美味しいからね、集中したいんです。すいません、じゃあこれ全部食べてから締めますね。はい、いやーペロッと食っちゃいました。もうサクッとね、もうこれもないし、いやー美味しかった。ここのね重田さんのうなぎはね本当にさっぱりしてるんですけども、非常に濃厚なんです。うん、ちょっと難しい表現なんだけども、あの要はさっぱりしてるんだけど、その脂身とその旨味がちょうどいいよっていうことなんですね。それとあとタレの味、タレの味も本当にちょうどよくて美味しいです。本当美味しい。うん、まあ賛否両論あると思うんですけども、こういうさっぱりしたねうなぎも私大好きでございます。まあ、こってりしたのも大好きですけどね。いやー美味しかったなー。というわけでですね、撮影のご協力ありがとうございました。そしてですね、また次は次回いずこへぷぴ。あら早かった。じゃあまたね、うなぎ美味しかったよ。じゃあねー。